もののけは日本の古典や民間信仰において人間について苦しめたり病気にさせたり死に至らせたりすると言われる音量資料精霊など霊のこと、妖怪、変化などを指すこともある。葛飾北斎が北斎漫画より青い上の台で描かれた六条見やすどころもののけの話は平安時代の文献に多く見られる。有名なものとしては 源氏物語の第九条、葵で、葵の上に取り付いた六条目安所の精霊が挙げられる。その他、大鏡、マス鏡などにも物のけの記述が見られる。医学知識の未発達だった当時は、物のけによる人間の病気に対し、僧侶や主権者が家事祈祷を行い、物のけをよりましと呼ばれる別のものに一時的に乗り移らせることで、物のけを重複して、 病気を併用されるといったことが行われていた。この様子は枕の奏詩や紫式部日記などに詳しく述べられている。また、俗日本語記によれば、皇居内のもののけに対し、60人もの僧侶が教を唱えたとある。また、恩明子は元来はもののけに対しては呪術を使わなかったが、11世紀後期以降になると、恩明子ももののけに対応するようになり、 国家の病気に際して、大山不訓祭が行われるケースが現れるようになる。もののけなどのものは人間への対義としての、ものであり、すべての無物、無生物、超自然的な存在を指すことが本義であった。展示で、平安時代の演技式文脈には、そぶもの、そぶものなど、災いやたたりを引き起こす悪心を、ものと表し、人間。 生物に幸福安泰や恵みをもたらす全身の反対の概念と用いている。漢字では物を当てる例が多く、民間の物語においても物の毛は登場し、多くは資料、精霊のたたりを意味する例においても、上代からの物につながる思想概念を土台に発展したと考えられている。時代を遡るほど物から表現される超自然的な恐怖対象は広がり、 達したような範囲を内包するに至ったのである。なお、平安時代には、仏教経典に描かれた鬼、中国の観念に基づく資料を鬼とする概念、薬病を引き起こすとされた、駅のイメージが区別をつけられることなく、仏教経典の画像に由来した、鬼の特徴を持ったイメージで描かれていた。資料や薬病との関係が密接であったもののけも、同じように、 鬼のイメージで描かれている例が多かったが、中には、三海業に描かれていた彫刻、長引地などの違法人に由来すると思われる画像など、鬼とは異なる系統に由来する画像も存在していた。これらは、薬病などの薬剤が海外から入ってくるというイメージから採用されたと思われ、また当時の人々がこうした画像を、鬼の画像とともに、 恐怖の対象として見ていたとも考えられている。イネテイモッより、もののききのこと日本の文献上における所見は、平安時代の日本語記とされており、同時代の日本記略での道書の引用によれば、天朝七年売る十二月の上の記述として、相互口を生じ今後般若ゃを読み立て祀る。かねて、人技官をして解除せしむ。もの、を射するなりとあり。 同年8月人身、同10年5月の上にも物のけの記述がある。当時の候語では、物は鬼、精霊、改まなど、もしくは明確な実態を伴わない感覚的な存在のことを指しており、大法霊で薬病のことを時期と書いているように、毛とは病気のことを指していたことから、物のけとは、物によって生じる病気のことを指していたものと見られている。枕の創始にも、 病気の種類として、胸の毛、足の毛、物の毛の名が挙げられている。物の毛の思想の下地として、平安初期の頃より、日本では様々な社会不安や病気を、怨霊のたたりとする考えが生まれていた。延暦年間には相次ぐ皇族の病死や、薬病の流行が、沢羅新王のたたりと言われたことをはじめ、文献上では、日本原宝全悪霊域に、長屋王の怨念が、 多くの人々の死を招いたという説話があり、俗日本気に藤原広次の怨霊の記述がある。しかし当時は、まだそうした思想が有力ではなく、佐賀天皇も、異界で、世間のこと、もののけあるごとにたたりを先例に宿り行きす。ゼハなはだ言われなきものなりと述べ、もののけと怨霊との関連を強く否定していた。その後、俗日本語記に、千者、 春澄の吉縄の恩苗道の知識を反映し、物のけのことが強く取り上げられた。昭和年間には、貴族社会が恩苗道の強い影響を受け、恩苗道の流行によって、人々の間に恩苗の観念が植え付けられた。そのような檻の演技三年に、菅原道真は死亡し、相次ぐ皇族や貴族の死、薬病の流行などが道真のたたりと恐れられ、物のけが、 音量のたたりによって起こるものとする考えがより一層強くなった。後に、藤原石管家の時代になると、当時の貴族たちが映画を誇った反面、繊細な性格を持ち合わせていたため、時代の敗者たちの恨みや復讐に対する恐れ、将来への危惧などから、物のけに一層の恐れが抱かれるようになった。閉鎖的な宮廷社会を送っていた当時の貴族たちの精神も、 もののけへの恐れを助長することとなった。こうしたことで、もののけ自体が怨霊と考えられ、やがて薬病に加えて、個人の死、病気、苦痛などのすべてがもののけによるものとみなされ、その病気自体ももののけと呼ばれるようになった。さらにその後、ものに対する恐怖の観念によって、病原体とも言える精霊や死霊自体がもののけと呼ばれたと考えられている。ありがとうございます。